どうもこんにちは、水ニャンです。今日の動画はですね、なんとびっくり。人気 YouTuber が動画で紹介した商品に大問題が発覚と。で、被害者が大量に出現というね、話題をしていきます。いや、これはね、僕もね、残念で仕方がない話題なんですよ。で、何かというとですね、今年2月26日に人気 YouTuber のメグウィンさんがね、初心者が100万円を FX 自動売買システムにぶち込んでみたぜ、マジでというね、動画を投稿しました。で、この動画にはね、投資家鉄 FX ライクというね、人がね、登場して、自身が提供する FX 自動売買システム、ギアシステムに、メグウィンさんのお金を突っ込んで、実践するというものだった。で、メグウィンさん自身のお金かどうかわからないけれども、そのメグウィンさんのお金100万円というものを実際に、突っ込んでやってみたら、なんと2週間で19万円近くの利益が出たと、いうことで、ね、ちょっと話題になりました。で、このね、FX の自動売買システムって何なんですかっていう人もね、いるから、簡単に説明をするとね、そのプログラムというものをね、利用して自動的に FX 取引を行うシステムのことを言います。で、これはね、いろんな業者がいて、で、いろんな種類商品があって、このね、自動売買システムというものをね、利用する人もね、結構います。で、今回ね、この問題になっているのが、このメグウィンさんが動画で紹介したギアシステムというね、FX 自動売買システムです。で、昨日から今日に、かけて、Twitter で大きく損をしたというね、報告が、多数ね、上がっています。で、そのね、大損した人の中には、その口座の中に、ちょっとしかお金が、残ってなかったという人もね、多数いるわけですよ。で、僕のところにもですね、被害者、被害っていうのかわからないんですけど、その被害者からね、多く、垂れ込みがあって、で、調べてみるとですね、かなりひどいです。で、どういう点がね、ひどいのかっていうと、一つ目はですね、そのシステム、自動売買システムが利用していた証券会社がですね、なんと、今年10月28日付で、日本の金融庁によって、無登録で金融商品取引業を行う業者としてね、警告を出されています。で、このね、金融商品取引業を行うためには、ちゃんとですね、この国では許可を得なきゃね、これやっちゃいけないことなんですよ。でも、海外とかにね、拠点を置いてる、証券会社で、日本で、許可をもらってない業者とかもね、多数あるんですよね。なので、その今回、ギアシステムがね、利用していた証券会社っていうのは、これ無登録でですね、金融商品取引業を日本でやっていたと、いうことなんですね。で、二つ目。いや、これもね、びっくりです。で、今回ですね、このシステムを利用して、で、被害に、あった人からのこの取引履歴をね、見ました。で、10月4日まではね、取引ロットが少なかったにもかかわらず、10月5日、昨日にね、なって、一気にね、取引ロットが増えてって、で、大損しているわけですよ。で、これまではね、コツコツと、順調に成績を出していた自動売買システム、だったみたいなんですけど、いきなりですね、昨日に、取引ロットがブワーって増えていって、で、わざとですね、いや、これ、損するように持っていったんじゃないかっていうふうにね、疑うような人たちが、もうやっぱ多数出てきたわけですよ。で、それはなんでなのかと、言うとですね、それは、やっぱり、ね、大損した人たちが、やっぱ多いからですよね。で、大損した人たちは、やっぱ取引ロットとか見て、俺、
なんかいつもと全然違うぐらいのこう量の取引ロットがされてるんだけどって。これ人為的に自分たちをその損させるためにこれ売買なんかされてたしてたんじゃないのみたいなね、まあ、話に、なってきていて、で今ですね、まあその被害者の会というね、まあ、オープンチャットが、まあ、あって、でそこの方でですね、まあ、皆さんがこう話し合ってるような、感じになってます。でまあ、これなんだけれどもね、実際、まあその FX の自動売買、これ YouTube でですね、まあ実際多くのね、YouTuber さんたちがまあ動画を出してます。で、まあ自動売買システム自体はね、まあ別に僕は、悪いものもあれば、いいものも、あると思ってます。まあもちろんいいものもあります、中にはね。安定してこうコツコツと、まあ利益を出してるもの。でもですね、まあ中にはやっぱりこう粗悪なものもあったりとか、その粗悪なものをですね、まあ YouTuber が、そう、自己のその利益のために、まあ紹介料目当てとかで宣伝してるこうケースもね、ある。だから本当にね、そういう部分は気をつけてほしいなと。で、思います。で、なんだかんだですね、まあその僕 YouTuber がこういうまあ投資系の商品を紹介するのって危ないと思うんだよね。で、まあ、YouTuber は YouTube で、YouTuber で、まあ、その、今回の件はわからないけれどもさ、やっぱ商品紹介をすると、まあ、お金がもらえたりするんですよ、業者から。なので、まあ、そのお金目当てでね、じゃあその、まあ、どんな商品でも紹介しますよっていう人っているんだけれども、ね、まあ、そのね、商品、紹介したものが、結局、まあ、いろんな人をですね、不幸せにこうするようなものだったら、まあ、長期的に見たら、そう、YouTuber、その YouTuber さん自身のね、こう、信用を失うものとかであったりとかして、まあ、損するだけだよね。誰も幸せにならないよねっていう話。で、その YouTuber さんが紹介した商品によって、まあ、大儲けした人、まあ、そういう業者が幸せにこうなるだけだよねっていうような、ね、話に、なるわけですよ。で、まあ、ちなみにですね、まあ、その、証券会社というものはね、まあ、大きく分けて、まあ、二つ、あるんですよ。で、一つ目はですね、そう、証券取引所とね、ユーザーの間に入って、で、仲介手数料だけをね、もらう業者。で、まあ、もう一つはですね、まあ、そう、証券会社が、その、証券取引所とね、間にこう入らないで、まあ、お金をですね、自分の、会社で、まあ、その管理して。で、まあその個人のね、ユーザーがこう損した分が、まあそのままその利益にこうなるようなところとかもね、あったりとか、まあします。で、まあ今回ですね、まあその問題になっているこのギアシステムというね、まあ FX 自動売買システムなんだけれども、まあホームページをまあ見てみるとですね、まあそのたくさんのユーザーの人がその自動売買システムを利用して、で、その、得た利益の30%を、手数料として、いただきますよ、というようなね、まあ、システムなわけですよ。なので、まあ、そう、自動売買システムで、しっかりと、利益を出していけば、ね、その自動売買システムの、こう、利益、ね、ユーザーが得た利益の30%を手数料として、もらうんだけれども、ただですね、まあ、そこに悪徳な、証券会社がこう絡んだりとかすると、何があるとわからないよねっていうような、話にこうなってくるわけです。で、まあ、今回ですね、まあ、こういう事態を受けて、こうギアシステムをね、まあ、これ開発したという人なのかわからないけれども、この鉄さんという方がまあどういうことを言ってるかというとですね、ここ1年はしっかりと、利益が出ており、安全に運用ができておりましたので、多くの方に紹介をしていた結果、形となりますと。ただ、相場によっては大きくロット数を増やし、取引が続いていくことがあります。そのため、今回大きな損失を出してしまった経緯となりますと。で、大変な、損失を出してしまい、申し訳ございません。ギアシステムですが、一旦サービスを停止させていただきますと、書いているわけです。で、まあこれ自体はですね、まあ実際、まあ、やばい話ですよ。やばい話なんだけれども、これね、俺がね、ものすごい言いたいのが何なのかっていうと、
まあ、こういうですね、まあ、その素人、まあ、ユーザーを、まあ、その食い物とは言わないけれどもね、まあ、その損してしまうことっていうのはさ、まあいくらでもあるわけですよ。まあ投資をやってたらね、まあ、僕もトレードやってる人間なんでわかるんですけれども、で、まあ、なんだかんだ言ってですね、まあその他人にこう自分のですね、まあ、お金をこう委ねるっていうのはこれ危険なことであるっていうのをね、本当に分かってほしいと思うし、まあ、特にですね、まあ、誰々が紹介してかったからこれはいいものだって言って安易にこう信じすぎるのも良くないって言いたいです。でもしですね、まあ、このギアシステムでまあ損して、でそれこそですね、まあ、ちょっと、不可解なこう取引があったよっていうようなですね、証拠等がある方がいらっしゃいましたら、ぜひともですね、まあ、僕のツイッターの方にこう情報提供、していただければと、で思います。まあ、今回のですね、まあ、ギアシステムの件なんだけれども、僕は今のところですね、現状、まあ、いろんな方からのですね、まあ、情報提供をいただいてるんですけれども、まあ、ブラックとは言えない。まあ、ただそのグレーゾーンであることは間違いないだろうというようなですね、お話をさせていただきたいなというふうに、思っております。ということで、まあ、本日の動画なんですけれども、もしね、この動画を見ていいと思う方がいたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ということで、以上、ミズニャンでした。じゃあね。